はい、ということで笹森博樹のバースデーイベント終わりました。ありがとうございました。お久しぶりです。お久しぶりです。僕の YouTube の動画で一番再生回数が多いのが笹森博樹です。マジですごい。そう、またちょっとこれで更新したいですね。いや、これ更新しますよ多分。いや、1年ぶりの、はい、そうなんです。 YouTube、 いや、そうなんですよ。で、参戦しましたけど、去年もね、普通に喋ってるだけなんですけどね。今年もね、喋ってるだけでも、今回はね、ヒロキもはい、はい、私もね、出てもらうということで。お邪魔してます。はい、お邪魔してます。はい、今3人でちょっと喋っていきたいんですけど、はい、まあ、まずはどうですか、はい、25歳はどんな感じ。いやね、あのね、いいよ、いやっぱね、何が区切りがいいじゃん、25って。まあね、まあ大人だけどさ、さらに大人に近づいた気分つうの、やっぱ違うよ。あ、まあ、違う。え、今いや、生きんじゃん。え、何月までだっけ。俺1月何回聞くぞ。そってことは、うん、今何歳。今24っすね。じゃあまあダメだな。お酒、お酒の飲みでは。俺22です。22。じゃあ、まあいいね。まあ、まあいいよ。いいんかよ。何がやろ。俺それあっという間だからな。だって、俺らも前まで22やったもんね。ほんとにそう、出会った時は22。22。俺まだ21やったし。そうだよね。やっば、もうね、時間経つの早すぎる。やばいよね。ほんとにね、20歳超えてから早い早いって聞くけど、うん、最近もう。どんぐらい早い。もう、新幹線の N700 系あるやん。でさ、その N700 系がこう最高速度多分300キロぐらいじゃん。それよりちょっと早い。うわっ、早っ。ちょっとな。早いよ。早いよ。すごい早いな。でも、うん。今日はね、お二人に来ていただいて。いやー、楽しかったっすね。素敵なイベントにやりました。ありがとうございます。すごいね、笹森のあのファンの方々もすごく温かくて、本当に、はい、ね、楽しく僕たちも喋らさせていただきましたけれども、はい、まあ僕がね、まあといえば去年もやってましたけど、はいはい、プレゼント交換ということで。そうだね、もうむしろそれだね。まあむしろ、ね、俺そプレゼントもらいに来たからね。祝いに来たからね。祝われに来たからと、はいう、はい、ことで、早速ね、はい、これあのイベントの中でプレゼント交換をさせていただいたので、はい、あのひろきはね、誕生日じゃないんですけど、もらっちゃいました。プラスでね。そうね、ちょっとかわいそうかな、かわいそうかな。まあ確かにね。よっと、ということで、じゃあ早速ね、開けていきたいな。開けましょうか。あ、じゃあひろきからいいか、はい、僕は和紙はね、あの俺の香水とかすごい好き好き言ってくれるから、うん、匂いも俺のね、好きな芳香剤。なるほどね。すごい、これと芳香剤。おしゃれな芳香剤。すごい。うわ、きっとね、いい匂い好きだと思う。ベリー系というか。ちょっと開けてみてよ。いきます。甘い系になるわ。甘い系なんですね。うまっ。でも、一人暮らし始めてから、そのなかったんですよ、香りの。あ、ほんと。おお。しかもおしゃれじゃないですか、これ。そうなんよ。いや、しかもって匂いが嗅げるから。きます。ちょっと、するか。あー、え、どう。めっちゃ好きっす。あんまりこう邪魔になんないよね。ああ、いいね、いいね、いいね。確かに、これ、きつすぎず。そうそう、ぜひ使って。ありがとうございます。じゃあ、素晴らしい。おしゃれルームにしてみましょう。46にもらった冷蔵庫の上に。そうだね、これを。そう、その上たびに俺らの顔。え、それ、逆さにしたらこぼれる。大丈夫だ。え、こぼれるの。え、こぼれるの。あ、こぼれない。まだ蓋。あ、蓋が。なるほどね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ヘクトマーク。じゃあ、次僕行きますわ。はい。これなんかあれって言ってましたね、うん、カードケース。そう、なんかね、トモヤはね、はい、結構なんかモノトーンな持ち物の印象が多くて、はいはいはい、で、なんだろう、色とりどりな人間になってほしいなって。お前、おしゃれなこと言ってる。そう、結構、俺が好きなブランドとか。これ、あれでしょ、僕知ってます。マーニーでしょ、マーニー。まあ、惜しいな、マルニね。じゃあ、行きまーす。はい、行きまーす。もうね、俺はね、めっちゃ選んだよ、正直。うわっ、すごい。だろ、色とりどりか。めちゃくちゃカラフル。めちゃめちゃ薄いし、いいよ。え、薄っ。持ってみて、持ってみて、一回押してみて。いいよ。もう一回。長い。こっちー、こっちー。え、すごい。お、すごい。箱かわいいっすね。かわいいでしょ。すごい。開けてみて。あ、まだある。もこれも可愛い。この袋もいいですね。可愛いですね。ちょっと見てみた。そして中身カラフルのカードケース。そう。おお、どう、これは何入れればいいんですか。カードなんかあるやん、大人さん両方収集とかさ。ああ、なるほど。いろいろたまるやん。だからパッとしてこれビニール素材で。おお、雨とかに。すごい、俺ビニール素材いっちゃうんすけど。だろ、思ったんだよ。思った、ビニール好きそうだなって思った。素材なんだ。すごいね。めっちゃなんかいいなって。このね、柄俺すごい。これめちゃくちゃおしゃれですよ。今季のなんか丸に一押しの大々的にこう打ち出してる。へえ、その柄で。いや、いいっすね。ありがとうございます。もらいました。すごい。
すごいね、これ。福友。さあ、そして、私、はい。もうね、おしゃれなんよね。袋すごいっすね、この箱みたいな。ほんとすごい。おしゃれやん。ね、なんだっけこれ、香水をつけて、ルーブル美術館と、ルーブル美術館。はい。なんかあの、作品に香水をかけるように、匂い、香り付けのために、名前書いてるんですよ。これ、笹森って書いてあります。ほんとだ、すげえ。え、ぼしが書いてあるの？いや、書いてない。いや、もう食べ過ぎだろ。こっちの仕事やった方がいい。すごい、名前書いてありますね。その下に、うん、ちょっとメッセージも。え、フランス語ってことなんですけど、ジェッタムリ。はい。どういう。お前、愛してるって言う。お前だ。お前だ。やるな。これあげていいじゃん。ちょっとあげてください。もしかしたら、笹森君香水好きだから、ね、持ってたら。ああまあまあまあ、包みがあるのかな。別にね。さあ。で、おぉ。え、すごい。こっちにも書いてあるよ。笹森。別の言葉書いてありますね。何て書いてあるの？これ何？俺言われてないです。わかんない。え、誰もわかんないの？え、でも、うん、ニュアンス的には、なるべく、重たい言葉をお願いします。重たい言葉をお願いしてくれる。この香りを嗅いだ瞬間、僕たちの顔を思い浮かべる。なるほどね。メッセージは。すごいわ、これ。ちょっと開けていい？はい、その香りで、俺らを思い出させようという作戦なんだ、それ。ちょっとあれ、ちょっと見てたんで、考えは。うわ、すごいよ、これ。え、どこのやつなの？期間限定でやってて、ポップアップみたいなの、この、もともとの香水のブランドさんが、別でお店開いてて。そういうこと。なんか、もったいなくて使えねえな、これ。俺さ、香水のさ、瓶をこう並べてインテリアするのすごい好きでさ。見た目もいいっすね。見た目もいい。確かにおしゃれよね。今までない見た目の。なんか、あれ、ヴィンテージ感ある。なんか、強そう。完全に水で作ってるって言ってました。アルコールが入ってない。そうなんだ。香水って基本アルコール入ってるの？入ってる。へえ。じゃあちょっといただきますね。いただきます。お前どうかって。どうだろう、正直に言うよ俺。はい、これはすごい好きだったんですけど。あー、めっちゃいい匂いだわ。本当ですか？よかった。しかも俺持ってない匂いだわ。あー、甘い系だ。甘い系で、バニラ系かな。え、わかります？わかるわけないんですよ。わかるわけない。でも初めての体験だわ。あ、なんか、お香みたいな、ちょっと。そうだね、なんか落ち着くね。ちょっと、趣味入ってんな、記憶。これ。でも本当に自分に欲しいぐらいでした。うん、本当にいい匂いだよ。好き。よかった。ありがとう。いや、よかったです。フランスでしょ？フランスの香りってことでしょ？俺は今からフランスの香り戻ってるでしょ？そういうこと。シャンゼリゼって感じでしょ？オランジーナってこと。あー、お前わかりやすい。これ、アレキサンダー大王のなんかの絵にかかってる。マジなの？シールがあるんですよ。アレキさんで、ね、そのルーブル美術館っていうのは何があるの？このあれがあるの？いろんなの飾ってある中で、それぞれの作品に、あ、そういうこと？で、これアレキサンダー大王の。よく言われるもん、見てるって。アレキサンダー大王。ありがとう、めちゃくちゃいい匂い。なんか自分で買うときはさ、やっぱ同じ匂いになっちゃう、どうしても。同じ匂いだね。結構挑戦的な匂いです。ありがとうございます。いただきました。あ、嬉しい。おめでとうございます。嬉しい。ありがとうございます。25歳。はい。まあなんか抱負があれば。抱負そうっすね。ね、健康に。いや、お前一番ですね。さっきもなんか健康の話してたよな。大事だからね。まあ、私は資本ですからね。頑張りすぎない程度に、頑張って、一歩一歩前に進んでいけたらいいなって。でもなんか、肉体改造するなんてことは思います。実は、あの、とあるちょっとね、時期に向けて、肉体改造。使うか分からないんだけど、確かに。ちょっと、鍛え始めてる。はいはいはい。気をつけて。お、何だ。お前とこれで殴ってくんだよ。お前いた。ここで殴るんですね。やめろよ。はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、今日はですね、笹森のバースデーイベントに参りましてですね、はい、お祝いしてみましたけれども、こちらあれですよ、だから僕、去年も言ってましたけど、笹森ひろきだらけに次はね。いや、本当にいつでもいいよ。いや、俺もいつでもいいですよ。俺も会いますよ。いや、もうやりましょう、ぜひ。ぐるぐるバッてやりたいしね。あー、やる？やる、やる。河川敷で看板を押しながら。最高じゃねえかよ。あれのきつさは分かるぜ。うわー、いいね。やってみましょう。マジやばい。挑戦しましょう。コーラ持った方がいいですよ。あ、コーラ持った方がいいし。コーラ持ってやる。こぼさないでね。落ちが微妙かったらもう一回回るから。一発入魂だ。楽しみですね、こちらも。ということで、まあとりあえず25歳おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい。ありがとうございます。まあ、まだなんですけどね。ということで、次回、たくさんもひろきだらけでお会いしましょう。はい。それでは、バイバイ。バイバイ。バイバイ。終わり。